自動運転配達ののニューロはソフトバンクからの巨額資産で今後どう展開する自動運転配達スタートアップニューロはソフトバンクが今年2月に10億ドル近くを出資して以来アイデアで溢れているようだオートメーションテクノロジーが成熟につするにつれ企業は問題を回避するよりいかにサービスを実際に客につなげられるかにフォーカスしているまた荷物を運ぶことに関する 法規制の数は客を運ぶももののに伴うものより少ない自動運転タクシーが規制や安全性に関する懸念消費者の懐疑的な眼差し眼差しの迷路に迷い込んでいる一方で自動運転と配達を大規模展開する最初の会社は売り上げを上げ始めることになりそうだ。 ニューロは今後2年間で R2X というアップグレードされた車両5000台を導入したいと伝えたこのアップグレード車両の最高スピードは時速25マイルとなる見込みでアリゾナとテキサスで現在展開されている R1 プロトタイプとかなり似ているようだウーバーやリフトは 我々がサービスを提供している人口そして我々が目指している車両台数を拡大する時収益を上げられるようになるまで事業資金が必要だ黒字化できるのは今年ではないとまだね収益を上げるまでには資金と時間が必要ということですね。